こんにちは、三年食太郎です。今日はですね、自宅での撮影になるんですけど、最近ね、ちょっと家でちょくちょく自分で料理するぐらいちょっと自炊にハマってて、今日作るのは、うどんが家にめちゃくちゃ余ってるので、うどんを使った激辛担々チーズうどんを、ね、作ろうと思います。もともと担々麺がすごい好きで、チーズもめちゃくちゃ好きなんで、それプラスうどんで新しい斬新なうどんをね、作っていこうと思います。バイバーイ。これが今回作った激辛担々チーズうどんです。結構たくさん量作ったんですけど、大体でも 5,6 人前ぐらいだと思います。チーズを1袋使ったんで、チーズ好きにはたまらない感じですということで、早速いただきます。この画角めっちゃいいな、モッパンみたい。ひき肉もね、結構たくさん使ったんで、具材たっぷりです。結構辛い。後からすごいピリッとくる感じの辛さ。豆板醤をね、もう丸々1本入れたので結構辛くできてますね。おいしい。すごい、なんかやっぱチーズがね、たっぷり1袋入れたので、チーズがいっぱい絡んでて嬉しいです。チーズによってすごいマイルドになってて、めちゃくちゃ美味しい。担々うどんなので、担々麺よりも優しい感じの出汁でね、結構ね、あっさりとしてます。実は最近その自炊に結構ハマってて、でもなんか全然自炊初心者で、料理のアプリとかすごい使ってるんですけど、最近そのクラシルというアプリをね、すごい使ってて、ピカラタンタンチーズうどんも実はクラシルのアプリを使って今回作ったんです。クラシルのアプリって知ってる方も多いと思うんですけど、延べ利用者数が3500万人以上で、レシピ数は3万件以上あるそうです。レシピ動画数でいうと国内ナンバーワンのサービスになってます。今まで実家だったんで、あんまり自炊とかしなかったんですけど、一人暮らし始めてから結構それがきっかけで自炊するようになって、なんか自分であんまり料理とかわかんないんでクラジルのアプリでなんか自分の食べたいものとか検索して作ったりとか、クラジルのアプリ見ててなんかこれ食べたいなと思うやつを作ったりとかしてて、すごい便利でめちゃくちゃいいです、アプリが。で、今日も冷蔵庫にうどんが残ってて、それで何か作れないかなと思って激辛チーズ担々麺作ったんですけど、とても良いでレシピも動画付きで説明してくれるので、すごく便利で助かってます。
もこのレシピとか献立って管理栄養士監修のもとブラシルシェフっていうのが考案してるらしいです。クラシルプレミアムっていう月額480円で使える有料プランがあって、それに入るとすごいいろんな機能が使えます。まとめるとこんな感じです。一番はお気に入りに登録できる数が1万件になることです。ご飯とか麺類すごい好きなので、いろいろ麺類とかご飯系とかお肉系とか魚系とか結構いろんな好きなものとか食べたいものをバンバンお気に入り登録できるのがすごくいいところです。他にもいろいろあるんですけど、あとはその時短レシピや節約レシピの絞り込み機能があったり、人気順で並び替えができるようになったりとか、検索がねすごく便利になります。そんな便利なクラシルプレミアムなんですけど、今回この動画を見てくれた方にもれなくクラシルプレミアムが3ヶ月間無料になるクーポンコードを配布します。クーポンコードなんですけど、こちらになります。やり方に関しては下の、ね、概要欄の URL に貼っておくので、詳しくはそちらを見てみてください。うどんも今回クラシルで使ったんですけど、家で作るうどんじゃない感じで本格的な濃厚なうどんですごい美味しいです。すごくね美味しかったです。担々麺、実際に今回動画で初めてクラシルのアプリで作ってみたんですけど、本当に本格的でね濃厚なこってりとしたうどんですごい楽しめました。概要欄にクラシルプレミアムの3ヶ月間無料で使えるクーポンコードをね配布しているので、ぜひぜひ見てみてください。今日もありがとうございました。最後にチャンネル登録高評価お願いします。バイバイ。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。ね、新居になったんでいろいろちょっとねこれからも動画いろんなの撮っていこうと思います。あとは台風ね、台風大丈夫でしたか？無事をね祈ってます。はい、ということで次回の動画はロシアンさんとキャサさんと一緒にパスタを食べに行ったので、それの動画です。バイバーイ。